はい、どうも、こんにちは、ケムちゃんです。今日はね、おすすめチャンネルをちょっと紹介していきたいと思います。最近ね、オデッセイっていうチャンネルがあってですね、オデッセイユーロビートっていう、ユーロビートっていうのはイニシャル D とかで、電子音が主になってる音楽で、ほんと一度聴くとめっちゃ心地いいの。だから、ユーロは、ほんとメンタルが病んでる人にこそ聴いてほしい。で、このね、オデッセイユーロビートさんという YouTuber の方がいて、本当にやばいの。Z マーレン・モリーさんとグレイ・イン・ザ・ミドルっていうユーロがあって、そのユーロは本当にすごい。On the middle, where are you, second little middle ってもう、ただでさえ、もういい曲が、もうユーロにすることでも本当に心地よく聴ける音楽になってて、いや、もうオデッセイさあ、本当ユーロの達人だなとずっと思ってて、だからみんなに聞いてほしい、オデッセイ、ユーロビートさん。ガチでやばい、本当に。Z のリミックスはマジでオデッセイさん。もう二つ目、クラリティ・フィート・フォックスズ、Z の曲があって、これもユーロビートなんだけど、クラリティ？ちょっと英語が読めないから。これも本当にやばい。もう Z の曲はもう完成してるから、もうリミックスしたらダメだと思うわけじゃん。だけど、その Z のもういい曲の部分を引き出すユーロビートになってて、マジでこんなやばいユーロ作れる人はまだこの日本に、海外にいたんだなっつって思わせてくれる曲だったね。本当にいい。いや、マジで。もうあともう3つ目は、もう残酷な天使のテーゼのユーロビート。もう残酷な天使のテーゼって言ってたら、もうリミックスなしで、ほんと基本バージョンしかありえないと思ってるじゃん。その名曲を、もうユーロビート系に変えて、もう、テーゼのユーロやべえっつって感じになるの。だから、これも聞いてほしい。この今紹介したい3つの曲が、下にリンク貼っておくんで、YouTube。みんな絶対見て、マジでやばいから。俺もこんな曲作れるようになりたいと思った。っていう感じで今日の動画はおしまいです。これが言いたかった。